まりさです。よろしくお願いします。はい、じゃあ、ヨンさんからいきます。はい、アシスタントの鈴木リオです。よろしくお願いします。お願いします。はい、本日初めてでレギュラーのアシスタントになってくださいました。はい、木村のんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。洋楽っていうんですかね、洋
音楽も結構聴いてたり、でもそれはなんかアーティストさんがっていうよりはなんかいろんなのをこう雑にこうたくさんなんか聴いてくみたいな感じでいろんなのを漁ってます。そうなんです。はい、そんな感じ。なんかりょうさんからありますか？のんさん普段はどんな活動をされてるんですか？普段、今はまだ あまり活動したことはないんですけど、なんですかね。でも今はレッスンとか受けながら、まあ、自分のなんかなんですかね、趣味の幅広げたりとか。活動じゃないんですけどね。趣味は何をされてるんですか？趣味は絵を描くこととか、あとは最近は本を読んだりしています。はい、銀河鉄道の夜とかも結構好きで、宮沢賢治、そうですね、さんのやつを見たりとかして、結構もう2週、4週ぐらい今してて、そうですね、そんな感じで、あとはいろんな方から勧めてもらった本とかをちょっと手当たり次第、手当たり次第ちょっと読んでみたりみたいな感じでやってます。本いいですよね、楽しい、すごい読めの、ね、想像が膨らんで、なんか私はなんか作品映像化されてたとしても、その小説を読んで自分でこうキャラクターどんな感じなのかなって自分で考えるのがとっても好きです。楽しい。その後映画とか見るんですか？その後に作品を見ると、あ、ちょっと違うんだな、もうみんなが思い描いてるものとやっぱり自分が思い描いたら違うなっていうギャップはあります。でも面白いですよね。そうですね、こうなるんだ、なるほどってなります。こういう見方もあるんだなっていう、なんかいろんな視点で見れるなっていうのがあります。確かに。そうですね。はいはいはい。フラットで。趣味と実益を兼ねて、あと皆さんに会うタイミングを作るっていうことでも、ライブ活動とか、あとまた5月頭にも舞台出演させていただいたり、あと趣味でコスプレとかもさせていただいておりますので、よければツイッターとかチェックしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。自分の好きなものをたくさんやってるって感じですか？そうですね、逆に興味があるのに手を出さないのができなくて、とりあえずかじってみて、ダメだったらできる人に任せよう。なので、そうですね、何かと手を出してるうちにいろんなことをやってしまってました。すごい。なんか私は割とこう、はい、自分のこうやりたいなで終わってくんで、趣味とか。そうなんですよ、なんか羊毛フェルトとかあるじゃないですか。やりたいなー、でも前に難しそうだからパッと置くみたいな、パッと置いちゃったりとかあります。だからすごい行動力がある人はすごい好きだなっていつも思う。なんかやりたいなと思って、やらなかったことってしばらく経ってまた見たときにまたやりたいなってあるじゃないですか。でも一回やってみてダメだったらもうやりたいのが出てこないんですよ。確かに。で逆にできたりハマったりしたらまた続けていけばいいし、なんかやりたいことをやらないは多分損でしかないなっていう。やりますよ、モフェルト。やりましょう。やりましょう。いかがですか、モフェルトの。いいじゃないですか。やったことありますか？
私は今のところないので、逆にその身近にやりたいっていう人今初めてそう、なんかツイッターとかでねやっぱ見かけたりはするんですけど、そう身近にいなかったので、今逆にちょっと今興味出てきちゃってちょっと一緒にあのやってツイッターとかに載せたらなんか面白そうだよね。お題を出し合って思い出し合うのいいですね。2人でやってた方が大人数でありますよね。キメラみたいなそれはそれで芸術かもしれない。そうかもしれない、そうかもしれないありです、ありですそうですね、まあ、そんな感じでいろいろ好き勝手やらせていただいて、で周りの人に支えていただいて活動しております。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで、じゃあ質問なんか、じゃあ、アイさんに皆さんからなんか質問一つずつ、じゃあ。あるかいあるかいじゃあ、いいですか。あ、はい、はい。あ、いいですか、はい、はい。普段あの、いろんな活動されてると思うんですけど、はい、あのお芝居をされるときに、はい、なんか、これは絶対気をつけるとか、なんか、一番重点に置いてることとかって、はい、なんでもいいんですけど、ありますか。気をつける、まあ、言ってしまえば、そのいつもその声優業っていうのもナレーションとかがちょっと多くて、お芝居っていうのはあまりそのちゃんと習ってやるみたいなのがなかったんですね。ってなった時に、あの芝居、そのせめてお客さんにちゃんと聞き取れるセリフを言うっていうのはマイルールです。感情込めるのが下手とか、なんかその普通にね、舞台がメインで、舞台をメインでやってらっしゃる方々に並べるかどうかは別として、まず絶対聞き取れる、声優の意地として絶対聞き取れるセリフを言おうっていうのがありますね。必ず大前提、ね、大前提でやらせていただいております。なるほど、確かに、いや大事ですね大事です大事ですよ、大事ですよ、聞き取れないと何ってなりますね。そもそもの内容が全然伝わらなかったら意味ないですもんね。声が大事なんですね。本当にあの可愛い可愛いキャラとかってすると、甘ったるく喋ったりすると滑舌って悪くなっちゃうんですね。をどれだけはっきり出すかみたいなのは、皆さん特に可愛らしい見た目をしてるんで今後いるかと思います。なんかあるんですか、その可愛い時の滑舌を良くするコツ。コツ。コツ。めっちゃ意識する。意識もですし、あの。口の周りを、いわゆる口角とかをすごいあの横に動かします。口の中の形の問題もあるんであれなんですけど、あの可愛らしい声を出そうと思うと、喉とか口の中ってこうキュッて狭まるんですよ。あ、確かにそうかもしれない。で舌とかも普段奥に入ってるのが前に出てきたりするんですけど、口の中のスペースが狭くなると、それだけ滑舌とか動かす部分が減っちゃうので、だから中が動かせない代わりに外をめっちゃ動かそうみたいなのはありますね。あー、すごい、すごい、知らなかった。の方が表情筋も動いて見えるので、お会話はするかと思います。すごい、はい、すご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 い、それは横に広げてみます舞台だとその、まあ、自然にやっぱ舞台じゃなくても縦開きは常にした方がいいですね。ありがとうございます。すいません、はい、どうあるかい、あるかい、かわいいね、すいません、ちょっとかわいいもの見ると叫んじゃうんで、ちょっと何回かちょっとね、あのもしかしたらイヤホンで聞いてらっしゃる方とか耳気をつけてください。すいません、何かありますか、なければなんかありますか。じゃあ、はい、最初にその声優さんのお仕事をするようになったきっかけとかありますか。はい、きっかけは、あの自分最初喋る側じゃなくて、どちらかというとその映像とか裏方をやるつもりでちょっと勉強してたんですけど、あの放送部に入ってまして。そうなんですか、私も放送部でした。放送部だったそう、そしたらそのとある塾がやってたそのラジオ番組で、高校、自分の高校を受験生の中学生に紹介するみたいな番組があったんですよ。
にあのうちの学校代表で出させていただいて、でそこからなんかあの君いいねみたいな話でちょいちょいお仕事をいただきまして、そしたらなんか喋るの楽しいなってなっちゃって、あ、なるほど。でそこからそのラジオだけじゃなくって、うんうん、他のナレーションとか、うんうん、それこそお芝居、アニメ、海外映画の吹き替えとかいろいろやってみたいなと思って、うんうん、オーディション受けて、うんうん、事務所に受かって東京来てみたいな感じの流れでした。はい、あの時のあのラジオに出てなかったら多分普通に裏方やってました。そうなんだ。裏方でした。きっかけってどこにあるかわかんないですよね。本当に面白い、ね、私も何かきっかけつかみたいな。東京はね、本当きっかけはあの、ね、小さいのも含めたらいっぱい転がってるので、うもう この番組もそうですし、そうですね、参りましょう。頑張ります、きっかけになれるように。私も頑張りたい。頑張りましょう。じゃあ一緒に頑張ろう。私から質問いいですか。はい、今までやった役の中で一番これ楽しかったなっていう役ってありますか。一番楽しかった役は、そうですね、あのまあなんだろう。一番楽しかった役、うん、なんか声優さんに限らず舞台の方でも全然大丈夫ですし、基本的にその強い女性に憧れがありまして、わかります。で一度そのゲームのキャラクターボイスをさせていただいた時に、すごいあのそのエルフの女神官みたいな役がありまして、の時のそのなんかこうひざまずきなさいみたいなセリフが普段やっぱ言えないじゃないですか、なかなか普段言うことないですよね。ひざまずきなさいなんて言えないじゃないですか。頑張ります。人に対して言いたい欲があるわけでもないし、言うようなその、ね、タイプでもないしと思ったら、そのセリフとしてマイク前で思いっきり言えるっていうのはやっぱりその声優業のいいとこだなって思います。確かにそうですね。そう、なんかその舞台でもちょっと強めのキャラクターをやらせていただいた時に、あのちょっと軍服系だったんですけど、なんかあのその一緒の自分の側のチームっていうか敵味方で敵側だったんですけど、自分のチームの方になんか戻るぞみたいな感じのこう下がれみたいな、その命令を出すのが楽しかったですね、やっぱり。あー、かっこいい。強くなれる命令なんてねないですよ。あんちゃんに寄ってみたいな、お座りみたいな、回れみたいな、あとはそうですね、年齢が逆転した時ですね。そう、舞台でもありますし、うん、声優としてもなんですけど、うん、声優って特に年齢関係ないじゃないですか。そうですね、全然関係ない。になった時にやっぱそのちょっと大人っぽかったり強い口調が得意っていうのもあって、うん、周りのお姉さんお兄さん方が、うん、あの学生役をやってる中で私が先生みたいな、うん、ってなると、なんか普段ね立場が逆転するのが芝居の面白いところだなって思います。はい、ちなみにどんなセリフがあったんですか。どんなセリフ、いいですか。どんなセリフと先生の時ですか。なんだろう、セリフ。セリフ、ちょっとミステリアスな先生で、あのみんなが思ってる多分タイプの先生じゃないんですけど、いきなりその主人公のが心揺れ動いてるところに現れて、あの落ち着く薬あげるよみたいな感じの、でも薬って言いながら、それはあのいわゆるマインドコントロールするためのラムネなんですよ。かわいい。でもそれが後で終わった時にちょっと不穏な話なんですけど、本当にラムネなのか実は薬だったのかみたいな、面白そう、それあの舞台再現しないかな。言ってますよ。言ってますよ。主催さん。ちょっとこの部分で見せときます。お願いします。そうですね、芝居のやっぱ面白いところ、特に声優の
舞台でもありますし、声優系の面白いとか、あと年齢とか見た目が関係ないは大きいですね。はい、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。なんかりゅうさんからありますか。その逆に今までその声優さんとか役者さんとかやってきて、逆に難しかった役とか、それをこうどう乗り越えて演じたかとか聞いてみたいです。逆にその今もなんですけど、普段ちょっと落ち着いたナレーション系がとても多いので、芝居をする機会が少ないんですね。で、一回そのちっちゃいその CM ナレーションなんですけど、ナレーションセリフ調で言うっていう時に、幼い少女の役でみたいな感じだったんですよ。さあ、その大人っぽいとか力強いは得意なんですけど、幼く天真爛漫可愛いっていう、そのいわゆる何でしょう、呼吸の使い方とか、あの感情、メンタルのギアの速さがすごくしんどくて、うまく最初できなくて、どうしよう、でも本番に持っていかなきゃと思った時に、その可愛い女の子と喋って可愛いってなってる時のメンタルだなと思って、なんかすごい自分がテンション上がってる時が一番近いのではないかと思って、はい、だからその時の私の中で一番可愛い友達の、あの写真を持ってきました。すごい。あとはもう本当に呼吸の使い方なんだなと思ったんで、その時私のできる範囲で呼吸を浅く短くっていう感じで、なんとか乗り切った感じです。正直今思うと、今もできるか分かんないですけど、やり直したい。なんかね、こう、なんですか、技術面の話がね、今回すごく出てきてて、楽しいなと思いましたね。めっちゃ面白い。参考になる、うん、そうですね、やっぱ面白いですね、こういう話。本当に、いわゆる天才型ではないので、いろいろちょっと研究はしないと追いつけないなっていうのがあるので、ダメです。ありがとうございます。そうですね。私いいですか。ちょっと声優とはちょっと違うんですけど、はい、あのコスプレをされているということで、ちょっと私、まあ、黒歴史なんですけど、黒歴史、一度ちょっとコスプレをしたことがありまして、ちょっとうんっていう感じで、クオリティはあまり よろしくなかったんですけど、あの拝見させていただいたんですよ。はいはい、あのコスプレの写真を、でその時に、はい、あ、すごい綺麗な感じだなって思って。そう、すごく綺麗なんですよ。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。え、なんか、はい、なんかコスプレで、なんか全然なんか本当関係ないんですけど、コスプレは趣味で。そうですね、趣味ですね。なんかお写真とか、そのなんだ、映るとか、あの声優さんとかも、まあもちろん演者ってなんかこう、なんていうんですかね、大事じゃないですか、見栄えというか、はい、そういうの、なんか写真とか、お写真撮る上でなんか意識してることありますか。意識、まあそうですね、あの今もそうなんですけど、今すごいカメラが多分3台くらいこっちを向いてるじゃないですか、すごい苦手なんですよ。で、あのそのいわゆる宣材写真とか、あの普通に自分のブロマイド用とかを撮るってなると、結局自分じゃないですか、ってなるとすごいカメラが嫌なんですけど、そのコスプレとか、その宣材の時もアリスイサっていうキャラクターになりきるのが私的に大事で、そう、やっぱコスプレとかもやっぱキャラクターのなりきってないと表情できないんですよ。そうですね、すごいクールなキャラなのに、すごい間抜けな顔してよくあるんですよ。あのオフショットの写真とか、すごい、あの他の子が撮影してるの横で見てる時の写真とか、すごいバカな顔してるなってあるんですよね。なんか撮られる時は、そのまず撮られる前にコスプレ家で試着とかするじゃないですか、の時にどうしたらそのキャラの表情に見えるかの研究はすごいしますね。やっぱキャラが好きでやってるので、そのキャラを崩すことはしたくない。愛ですね。ですね。よくコスプレ趣味なんですか、職業ですかって質問よくあるんです。コスプレは私は趣味でしかないと思ってて、全世界。なぜですか。そう、仕事でやってる人はそれはコスプレ趣味、コスプレっていうよりも モデルさんだなっていう。確かに、うん。また別というか。別ですね。モデルさんも衣装がそのキャラクターなんだなって感じで、コスプレっていうのはあくまで趣味の世界でしょうっていう。
大人のガチの趣味だなって思ってやってます、うん、ありがとうございます、コスプレって気になってたんですよ、やってみたいなと思って、やりましょう、やってみたいなはやりましょう、やりましょう、やってみたいなはやろうの日なんです。なるほど、今日言ったことは全部やらなきゃいけない、そう、今日言ったことは参考にして、あのめっちゃあの研究します。コスプレで1回目はだいたい黒歴史なんで、そうですね、はい、1回目はだいたい私もですけど、黒歴史なんで、やりましょう、やりますか、やりましょう、そう、はい、ということで、じゃあ CM に行きたいと思います、はい、CM どうぞどうぞ。私の人生、九州の田舎で平凡に終わると思ってた。今、ようやく夢のスタートに立っている。私を見つけてくれてありがとう。誰かのために、あなたのために、私のために、戦う準備はもうできている。人生のすべてをかけて、ダサく、泥臭く、それでいて最高に美しく、輝く私を見ていてください。鈴木亮、私にしかできないことを。みなつきしや、私は、たくさんの人を笑顔にできる、笑わせてくれる人にずっと憧れてきました。悲しいことがあった時、許せない気持ち、嬉しいことがあった時、幸せな気持ち、一生懸命生きていればたくさんの感情に振り回されます。そんな時、人を笑顔に、感動に包み込めるような素敵な人に私はなりたい。私のことを知っている人も知らない人も笑顔にできるように、これからも精一杯頑張ります。どうか応援よろしくお願いいたします。CM 素敵、何綺麗、今ずっとその感想言ってはい、ということで本日企画コーナー今回も紙芝居をやっていきたいと思います。イエーイ、紙芝居、今回のお題はじゃん、ヘンゼルとグレーテル。はい、今回もね、皆さんに絵を描いていただき、すごい、さっき描いてるとこ見たんですけど、うん、そこで描くんですね。そうなんです、すごい即席感が直前に、直前にみんなで描くっていうことになって、そうそう、音声即席のなんかでもなんかすごい今回ね、私全然描いてないんで、うん、もちろんなんですけどレベルが高いですよ、皆さんぜひ見てください可愛いの描いてたじゃないですか、いや私全然なんかレレレレレ皆さんはもうなんかスッスッスッ、はい、なんで描くのが早い、早いんですよね、私これ、私が個人的に思ってることは、絵が上手い、絵が上手い人は描くのが早いと思って、うんうんうん、え、どういうことですか、絵が上手い人はスピードが早いんです、描き上げる、なるほど、私絵上手くないの遅いんですよ、うん、さっきサラサラって書いてた、あれ、あれさっき書いて、あれあれサラサラって書いてたよ、あれ違うよ、あの時間にね読んでいきたいと思います、はい、本日、そうですね、ヘンゼルとグレーテルに出てくるキャラクターがヘンゼル、グレーテル、お父さん、お母さん、おばあさん、ナレーションなんですね、で、今回ヘンゼルをお願いしたいと思います。はい、ヘンゼルやらせていただきます。そしてグレーテルをモンさんにお願いします。はい、お願いします、お願いしますそしてお父さん役、そしておばあさん役をリサさんに務めていただきます、はい、お願いします。そしてお母さん役をリョウさんに務めていただきます。はい、ママよ、ママよ、ママよ、はい、そして、ナレーション、せんしながら私が務めさせていただきます、伝ないのですが温かい耳と温かい心で聞いていただけたらなと思いますじゃあ、ヘンゼルとグレーテルってみんなで言いたいと思います。せーのでお願いします、はい、せーの、ヘンゼルとグレーテル。昔々ある森の外れに
貧乏な木こりがお母さんや二人の子供たちと暮らしていました。子供の一人は男の子で名前をヘンゼルと言い、もう一人は女の子でグレーテルと言います。ある年のこと、夏だというのにひどい寒さがやってきて、畑の作物がすっかり枯れてしまいました。ただでさえ貧乏な木こりはその日に食べるパンもろくにありません。お腹が空きすぎて眠れずにいると、お母さんが小声で話しかけてきました。ねえあんた、このままでは親子4人共倒れですよ。そうだろうな、でも仕方がない。ねえ、ここは思い切って子供を手放してみてはどう。子供たちの運命は天の神様に任せてさ。なんだって。し、子供たちが起きるよ。お母さんは隣の部屋で寝ている子供たちを気にしながら耳元でささやくように言いました。だってさ、このままこうしていてもどうせみんな飢え死にするに決まってるでしょう。だから2人の子供を遠い森に連れ出して置いてきぼりにするんだよ。運が良ければ私たちも子供たちも助かるでしょ。それはそうかもしれないが、しかし子供たちを捨てるなんて俺にはとても。じゃあこのまま4人とも死ぬかい。私は嫌だよ、このまま死ぬのを待つなんて。悲しいお話ですが、この時代にはよくこんなことがありました。さて、この2人の話を隣の部屋の子供たちがすっかり聞いていました。とっくに寝ている時間ですが、何しろお腹がペコペコだったので寝るに寝られなかったのです。妹のグレーテルが悲しくてシクシクと泣き出しました。私たち捨てられてしまうんだわ。今夜きりで家なしっ子になってしまうんだわ。グレーテル、泣かなくてもいいよ、僕がついてるからね。兄のヘンゼルはグレーテルを慰めると元気づけるように言いました。僕はね、たとえ捨てられても家に帰ってこられるいい方法を考えたんだ。ヘンゼルはそう言うと窓から外へ抜け出して道に落ちている白い小石を集めました。次の朝、まだ夜が明けきらないうちにお母さんが子供たちへ起こしました。今日は森へ行きますよ。はい、これお弁当。お母さんはそう言って小さなパンを一つずつ渡しました。食事はこれっきりなんだから、食べたくてもお昼になるまで我慢するんですよ。4人は揃って森へ出かけました。その途中、ヘンゼルは時々立ち止まって自分の家を振り返りました。そして今来た道を確かめると、目印に昨日拾った白い小石を一つずつこっそり落としていったのです。そのうちに4人は目的の場所へやってきました。ここは深い深い森の中です。さあお前たち、小枝をたくさん集めておいで。子供たちが小枝を集めるとお母さんが火をつけて言いました。寒くないように焚き火に当たって待っていなさい。お父さんとお母さんはこの近くで木を切っているからね。仕事が済んだら呼んであげるよ。二人の子供が焚き火に当たっていると、やがて少し離れたところからコツンコツンと木を切る音がしてきました。二人にはその音が、お父さんはここだよ、お母さんもここにいるよと歌っているように聞こえたので少し安心しました。二人はお昼になってパンを食べました。小さなパンはあっという間になくなりました。コツンコツンと木を切る音はお昼も休まずに続いていました。退屈した子供たちは横になると、いつの間にかぐっすり寝込んでしまいました。そのうちに火が消えて、寒さに震えながら目を覚ますと、辺りはすっかり暗くなっています。ですが、木を切る音はまだ続いています。寂しくなった二人は、音を頼りに行ってみました。すると、それは木を切る音ではなくて、枝にぶら下げた丸太が風に揺れてぶつかる音だったのです。お父さん、お母さん、二人は呼んでみましたが何の返事もありません。グレーテルは声を上げて泣き出しました。私たちとうとう捨てられたんだわ。ヘンゼルは妹を慰めて言いました。
泣かなくても大丈夫だよ。ちゃんと帰れるから。お月様が出るまで待っておいで。やがて月が出ると足元が明るくなりました。するとどうでしょう、ヘンゼルが落とした白い小石が月の光にキラキラと輝き始めたのです。二人はそれをたどりながら道を歩き、朝になる頃には家へ帰りました。お父さんもお母さんも二人が帰ってきたのでびっくりです。お前たち帰ってきたんだね。大丈夫だったか。お父さんとお母さんは二人の子供を抱きしめました。二人とも森の中に置いてきた子供のことが心配で一晩中泣いていたのです。でも食べ物がないことには変わりありません。お父さんとお母さんは自分たちの食べ物も子供たちにやりましたが、もう限界です。数日後、お父さんとお母さんはまた子供たちを別の森へ連れて行きました。それがあまり急だったのでヘンゼルは白い小石を拾う暇がありませんでした。どうしよう、何か目印になる白いものを落とさないと。そこでヘンゼルはお弁当のパンを細かくちぎって、それを目印に道のところどころへ落としておきました。ところがこれは失敗でした。置いてけぼりにされた二人が帰ろうとすると目印のパンがなくなっているのです。月は前の時よりも明るく照らしているのにパンは一かけらも見当たりません。どうして。それもそのはずで、昼のうちに森の小鳥たちがパンを食べてしまったのです。二人の子供はついに迷子になってしまいました。どこへ行けばいいんだろう。二人はあっちの道こっちの道と一晩中歩き回りました。次の日も歩き続けましたが、二人は森から出られるどころかどんどん奥へと迷い込んでしまったのです。どうしよう、森から出られないよ。その時どこからか綺麗な白い小鳥が飛んできて、二人の前をピヨピヨ鳴きながらおいでおいでと尾っぽを振りました。二人が近づくと小鳥は少し先へ行ってまたおいでおいでをします。もしかして僕たちを呼んでるのかな。小鳥に導かれてしばらく行くと、そこには小さな家がありました。小鳥はその小さな家の屋根に泊まっていましたが、二人が近づくと姿を消してしまいました。あれ、小鳥が消えちゃった。それにしてもこの家はいい匂いがするな。ヘンゼル見て見て、この家お菓子でできてるよ。え、本当だ。驚いたことにその小さな家は全部がお菓子でできたお菓子の家だったのです。屋根の瓦が板チョコで、周りの壁がカステラで、窓のガラスが氷砂糖で、入り口の戸はクッキーと、どこもかしこもお菓子でした。二人のお腹はペコペコだったので、ヘンゼルは窓ガラスを外してガリガリと、グレーテルは屋根の瓦を剥ぎ取ってむしゃむしゃと食べました。すると家の中から誰かの声がしてきました。誰だい、私の家をかじるのは。クッキーの戸が開いて、中から年の取ったおばあさんが出てきました。うわぁ！二人はびっくりして逃げ出しました。そんな二人をおばあさんが呼び止めます。これお待ち、逃げなくてもいいよ。おばあさんは一人で退屈していたところなんだ。さあお家へお入り、中にはミルクでもココアでもみかんでもリンゴでも何でもあるよ。それを聞いて二人はほっとしました。なんだ、叱られるんじゃなかったのか。よかったわ。二人が家へ入るとおばあさんは飲み物や果物をたくさん出してくれました。それに気持ちよさそうな子供用のベッドも二つ並べてありました。さあどんどんお食べ、おかわりはたくさんあるからね。二人は飲むだけ飲んで食べるだけ食べるとベッドへ潜って寝てしまいました。おばあさんは子供たちの寝顔を見るとにやりと笑いました。どっちの子から食べようかね、久しぶりにおいしいごちそうにありつけるよ。なんとおばあさんは人食いの魔女だったのです。白い小鳥で子供たちをおびき寄せ、お菓子の家を鳥に待ち伏せていたのです。朝になるとおばあさんはヘンゼルを大きな鳥かごに放り込んで戸に鍵をかけてしまいました。
それからグレーテルを叩き起こして、いつまで寝ているんだい。さっさと水を汲んでうまいごちそうをこしらえるんだよ。お前の兄さんに食べさせて太らせるんだからね。こんなに痩せてたまずくて食えないからね、と怒鳴りつけました。かわいそうにグレーテルは兄さんを太らせる料理を作らなければならないのです。しばらく経ったある日、おばあさんはヘンゼルを入れた鳥かごにやってきて言いました。どうだいヘンゼル、少しは太ったかい。さあ指を出してごらん。おばあさんは目が悪いのであまりよく見えなかったのです。そこでヘンゼルは指の代わりにスープの出汁からの鳥の骨を出しました。おばあさんはその骨を指だと思って、やれやれ、まだそれっぽっちか。これじゃあもっともっと料理を奮発しなくちゃね、と言いました。しかしいくら料理を奮発してもちっとも効き目がありません。おばあさんはとうとう待ちきれなくなりました。はあ、もう我慢ができないよ。痩せっぽっちのガリガリだろうと構うもんか。今すぐ大鍋にぶち込んで食ってやれよ。さあグレーテル、急いで大鍋に水を入れな。水を入れたら火を焚くんだよ。悲しいことにグレーテルはお兄さんを料理するために火を焚かなければなりません。グレーテルはシクシクと泣き出しました。グレーテル、何をグズグズしてるんだね。さっさと火を焚きな。おばあさんが包丁を研ぎながら怒鳴りますが、いくら怒鳴られてもこんなことは悲しすぎてテキパキとできません。グレーテルがいつまでもノロノロやっているので、おばあさんはすっかり腹を立てました。召使いにしようと思ったけど、こんな役立たずじゃ使えないね。ついでに食べてしまおうか。ちょうどパン焼き窯の火が燃えていたので、おばあさんはグレーテルに言いつけました。他のことはいいから、パンが焼けるかどうかかまどの中へ入って火加減を見ておいで。おばあさんはグレーテルをかまどで丸焼きにして食べるつもりだったのです。グレーテルはすぐにそれに気がつきました。そこでわざと首をかしげると、かまどにはどうやって入るのかわからないわ、と言いました。本当にお前はバカだね。こうやってちょっと体をかがめりゃ誰だって入れるじゃないか、とおばあさんはかまどの入り口へ頭を突っ込んでみせました。今だ。するとグレーテルはおばあさんを力任せに後ろから突き飛ばしました。うやー！かまどに転げ落ちたおばあさんは、雷が落ちてきたかと思うほどの叫び声を上げると、そのまま焼け死んでしまいました。グレーテルは鳥かごに閉じ込められたヘンデルのところへ駆け寄りました。兄さん、窓はやっつけたわ。私たち助かったのよ。本当かい？ありがとうグレーテル。やっと鳥かごからできることができたヘンデルは妹を抱き寄せて泣いて喜びました。さて、持ち主のいなくなったお菓子の家には宝石や真珠などたくさんの宝物がしまってありました。ヘンゼルとグレーテルはそれをポケットに詰め込めるだけ詰め込みました。そして二人は何日もかかってようやく自分たちの家へとたどり着いたのです。お父さん、お母さん、ただいま。ヘンゼル、グレーテル。ヘンゼルとグレーテルの姿を見てお父さんとお母さんは涙を流して喜びました。ごめんよ、本当にごめんよ。もう決してお前たちを捨てたりはしないからね。お父さんが謝るとお母さんも泣きながら言いました。お前たち、悪いお母さんを許してね。お前たちがいれば食べ物がなくても構わないわ。何かあった時は4人一緒だよ。見るとお父さんもお母さんもすっかり痩せこけていました。二人とも捨ててきた子供たちのことが悲しくて、あれから一かけらのパンも喉を通らなかったのです。お父さんもお母さんも痩せたね。ヘンゼルはそう言ってグレーテルに目で合図をしました。そして二人はポケットに入れていたものを取り出してにっこり微笑みました。でも大丈夫、これですぐに太れるよ。お父さんもお母さんも二人が取り出した宝物を見てびっくりです。それから四人はお菓子の家から持って帰ってきた宝物で幸せに暮らしました。おしまい。ありがとうございました。ありがとうございました。
1月にお誕生日がありまして、誕生祭ライブをさせていただく予定だったんですが、このコロナのちょっといろいろ影響でして延期をいたしまして、来月4月の25日に、四ツ谷のライブハウスさんの方でやらせていただきますので、よければツイッターを見て、ぜひぜひ予約をしていただけるととても嬉しいです。あとその誕生祭のすぐあとゴールデンウィーク期間にですね、ちょっと頭のぶっ飛んだ電車をモチーフにした、舞台に出演させていただきますので、とてもとてもなんかこの作家さんの頭は大丈夫だろうかって思ってしまうような作品なんですが、面白いのでぜひぜひ見に来ていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。はーい、じゃあリサさん。はい、私が所属している東京演劇女子では、3月の26日金曜日に新宿アルタさんにて、27日土曜日はマハラジャ六本木さんにてライブがございます。 2days できるのでぜひぜひよかったらお越しください。お願いします。じゃあリュウさん。はい、さっき CM でも流れたんですけど、アンドロジーヌっていうマスクブランドのモデルをさせていただいて、お台場のヴィーナスフォートの2階で今店舗が開店しているのでぜひ遊びに来てください。はい、お願いします。はい、私は3月の26日に西川口ギャラクシーさんにて、バスでライブに出演させていただきます。そして4月の5日西川口ギャラクシーさんにて、我らがプロデューサーの IP フェス出演させていただきます。よろしくお願いします。じゃあのんさんは Twitter とかですかね。そうですね、はい、それぞれみんな Twitter やってますのでよろしくお願いします。ということで本日もありがとうございました。次回の放送は4月の17日同じ時間から放送すると思いますので、詳しくは公式ツイッターもありますのでよろしくお願いいたします。お願いします。はい、駆け足でした。はい、楽しかったです。ありがとうございました。すごいたくさんお話しさせていただいてありがとうございます。ためになりました。どうもです。ありがとうございます。ということで今回もありがとうございました。また来月もよろしくお願いいたします。ということで